荒涼の章、闇の襲来。フェルディアでの初戦で勝利を収め、いよいよディミトリとの交渉に臨まんとする連邦国王クロード。しかし無情にも気球の砲が届き、連邦国軍は撤退を強いられる。このまま戦争は終結に向かうのか。皆がその希望を持った時、それを許さぬ者たちがとうとう姿を現したのだ。強行軍でここまで来たが、そろそろ不穏な地域に入ることになる。何が起こっているかは聞いたとは思うが、改めて今分かっている情報を伝えておく。数日前よりコーデリア領と帝国のフリム領を中心に賊徒が急増し始めた。そいつらは町や村を無差別に襲い、略奪を繰り返しているらしい。コーデリア家は治安の回復に努めましたが、手に負えないほど賊が増え続けているとか。王国に攻め入る前までこの辺りの治安は非常に安定していたはずなのだ。それがなぜ急に。理由はわからないが、その賊の中に妙な連中が目撃されている。もしかしてトマシやミュソン、そういった連中の仲間か。ああ、実はエーデルガルトから密かに情報をもらっていた。闇にうごめく者、帝国では連中をそう呼んでいるらしい。姿を変え、物騒な力を持つ正体不明の勢力、フォドラに混乱をもたらすものだ。帝国内に救っていた連中は残らず粛清されたと聞いた気もしたが。正確には逃げられた、だな。主犯格のアランデル公は行方不明だそうだ。トマシュのじいさんもガルグマクから逃走して以来見つかってないだろう。うん、こうなれば君に問わざるを得まい。何か心当たりはないのか。残念ながら何も知らないよ。むしろ会って問いただしたいね。俺と何か関係あるのかってな。そうか、すまない。やはりぶしつけな質問だったな。あんな連中と関係あるはずないよね。えだが、奴らと似た力があるのは事実だ。これからの戦いで何かわかるかもな。あなたの記憶のない頃に何らかの接触があった可能性は十分に考えられますね。そうだな。せっかくの機会だし、何か探れそうなら探ってみるさ。奴らの狙いが何なのかも気になるが、とにかく今は混乱の収拾が先だ。すでに周辺地域にも飛び火し始めている。放置すれば致命的な事態になっちまう。王国との戦いを捨ててまで駆けつけたんだ。一刻も早く型をつけるぞ。君が闇にうごめく者たちの仲間で彼らを騙しているという可能性もあるのに。ここにいる人たちはそういうことは全く考えないんだね。信頼されているんだね、君は。ここまで賊を沈めてきたが、予想以上にひどい事態になってるな。ああ、町の荒れようも目に余るが、郊外の村々の被害はさらに深刻だ。踏み荒らされた畑をたくさん見た。丸ごと焼き払われた村もあったらしいよ。何の罪もない人々を襲うなんて許せませんよ。なんでこんなひどいことを。誰かを傷つけて笑ってられる人は最低だよ。背後でやはり闇にうごめく者たちが糸を引いているんだと思います。奴らにとって
コーデリア領は勝手知ったる場所ですから。どういうことだ。昔フリュム家の内乱に関与した角で帝国から干渉を受けたことがありました。その時に帝国から送り込まれてきた妙な魔導士の一団がいたんです。外見も持っている力も明らかに他の者とは違う集団でした。そいつらが闇にうごめく者だったってこと。今思えばそうだったんだと思います。思い出したくもありませんが。そしてまたコーデリア領とフリム領に奴らは現れた。雑な推理ではあるが、奴らの根城が近くにあるかもしれないな。お前はこの辺りで暮らしたような記憶はないのか。確かに俺が母さんと暮らしてたのはコーデリア領の山あいの村だけど、母さんは村の出身じゃなかったし、その前にどこにいたのかは分からない。なるほどね。関係がありそうな、なさそうな。まあいいか。連中への対処が最優先だ。俺たちに隙があったことは否めないが、今が戦時でなければここまでつけ込まれることはなかったはずだ。二度とこんなことを起こさせないためにも、さっさと戦争を終わらせないとな。大変大変、この先の町にミッテルフランク歌劇団が来てるよ。え、本当ですか。こんなところで会えるなんて。待て待て、どういうことだ。帝都に劇場を持ってる歌劇団だよな。帝国と停戦になって友好の証としてわざわざ公演に来てくれてたみたい。それで今は歌劇団や護衛の人たちが義勇兵になって、町の兵士さんたちと一緒に町を守ってくれてるようなの。歌劇団が義勇兵に。ミッテルフランク歌劇団には熱烈な支持者が数多くいるという。正確には歌劇団の花である歌姫にほだされた者たちということになろうが、そういった者が義勇兵を買って出ているのではないか。そういう世界があるのか。だがそんな奴らじゃ族徒に対抗できないだろう。頑張ってるけど苦戦中みたい。陛下、歌姫をお助けいたしましょう。陛下君、俺も歌劇団に加勢してぞ。歌姫に会ったって妹に自慢できるしな。なんだよ急に陛下って。歌劇団を見たいだけじゃないのか。お前らといるとどんだけ深刻な戦況でも緊張感が吹き飛ぶな。まあいいが、とにかくその町にいる賊を潰そう。急いで向かうぞ。町の住民の救出が最優先だ。戦ってくれている義勇兵も助けてやれ。すると賊どもの中に怪しげな奴がいたら闇にうごめくものかもしれない。注意しろ。一体どれだけの賊がいるのだ。村を守りながら戦うのも限界があるぞ。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せておきなよ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。さあ僕の出番だ。僕にできないことはない。よし、いっちょやって。腕の筋肉に。あれはハンネマン先生。大変、助けてあげなくちゃ。避難した民はここに集まっている。貴族の責務にかけ絶対に守り抜かねばな。誰かいないの？お願い！
今か弱き民の声が聞こえたぞ。ここで振るわねば何のための貴族か。あんまり面倒なこと僕に任せておきなよ。へえ、九死に一生を得たか。援軍感謝するぞ。マヌエラを見なかったか。族の頭を追ってどこかへ行ってしまったようでな。お前は誰だ。なぜ私を追ってくる。か弱い民から財を奪おうだなんて絶対に許せないのよ。私敵を追い詰めてんのはマヌエラ先生か。お手たちも加勢するぞ。さあ奪った金目のものを運び出しますよ。急いで急いで。待ちな。私は他人のものを簡単に奪っていく盗っ人連中が一番許せないんだ。やだよ。お願い手を貸して。過激団の皆だけじゃ持ちこたえられそうにないの。奇妙。よし待っていたまえ。族とごときに歌姫を傷つけさせはしない。族どもの逃走先を兵で塞いでおけば足止めしておけるだろう。助かりました。ありがとうございます。行動開始です。空の精霊。よし、さすがに手は抜かない。よし、いい腕の筋肉にできねえことはねえ。よし、族の逃走先を押さえておけ。盗品を持ち出されないように見張るんだ。よし、皆救えたようだな。よし、盗品を取り戻したぞ。ざまみろ。私は違うんだ。クソ、やるしかねえか。これが傭兵だ。その身に刻んどけ。敵将撃ち取ったり。って嫌だね。私って身代わりを用意しておいて助かりましたね。変な連中も来ましたし退散しますか。
ねえぞ。ここは頼んだ。私はそろそろ戻って傷ついた人たちに治療するわ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。ベルの出番ですよ。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せておきなよ。また腕を上げちまったか。その力、完全に自分のものにしてるみたいだね。くらえ！なぜ開かない？ちょっと話が違いますよ。ちょっと仲間に見捨てられたか。自業自得だ。奴にとどめを刺すぞ。よし、一気に落とすぞ。私は逃げ遅れた商人で、騙されませんか。これが妖精だ。その身に入れて。商人のままでいられたら楽に儲けて。あいつ多分ガルグマクに出入りしてた商人だよね。仮に見覚えあったし。これか。助けてくれ。身ぐるみ剥いでやってしまえ。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。さあ、僕にできないことはない。この手を試して。よし、やってみますかね。町の南側にも被害が。みんな急いで向かってください。まだ取り残されている人がいるようです。急いで救援に向かってください。はい、手遅れになる前に助けないと。俺の前に立つ意味を分かってるだろうな。命ごともらうぜ。どうしてこんなひどいことを。私許しませんから。許せないからなんだ。貴様も痛めつけて泣き叫ばせてやる。その身に刻んどけ。誰か助けてくれ。俺を見捨てないでくれ。こんな奴が首謀者ってことはないな。闇に埋もれく者たちはどこにいる。本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。戦いが終わった時に立ってなければこの戦果も意味をなさないさ。やはりあなた素晴らしいです。ブリギット来る日望みます。私に助けられてよかった。
ここで魔獣か。厄介なもんが出てきちまったな。これ以上町の被害を増やされてはたまらんな。我らで撃つぞ。この手を試してみるか。援護に回った方がいいな。さあ僕援護に回ろう。よしやっちゃうよ。援護に回るね。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。援護くらいならまあ。行動開始です。援護するします。ベルの出番ですよ。援護が必要ですかね。よしいっちょやってやんぞ。援護に体がおかしいわ。もしかして敵の武器毒だ。よっ、どれだよ毒に。どうだ、まずい。早く避難所へ連れて行ってやってくれ。どうだこの砦、僕がジンドルにふさわしい。よっ、東側に羽橋があります。ドロテアはそちらから救援しましょう。ありがとう。迷惑かけちゃってごめんなさいね。俺が来たからにはここは誰にも奪わせねえぞ。俺に任せとけ。援護出番なくていいんだけど。したいなら体を治しておいてくれ。続退時が終わったらまた話そう。期待に応えよ。珍しい毒ね。でも大丈夫よドロテア、絶対に治してあげるわ。私も。攻撃は有効なようだ。俺もこの調子で攻め立てるのだ。よし、俺に任せとけ。援護に回るか。出番。よしやるぞ。おい引き受けた。なかなかの筋肉だが俺だって負けてねえぞ。少し休んだろ。いよいよ僕の番か。どうにか止められたか。町もかろうじて無事のようだな。やはり賊には餌以上の働きは期待できぬな。我が名はソロン。
獣のはびこる世の救済者よ。僕に俺の出番か。あいつらはようやく姿を現しやがったか。みんな奴らが黒幕だ。残らず討ち取れ。これが妖精だ。その身を何だけ。交代。避難所に敵襲。あなたの敵です。ベルの出番ですよ。援護が必要ですかね。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。援護くらいなら。ま、行動開始です。援護する。します。やはり狙ってきたか。レスターの誇りにかけて守り抜くのだ。一気に攻め落とせ。本気見せちゃうよ。いくよ。とどめの一撃。よしやるぞ。絶好調。うまい筋肉見たか。腕の筋肉。少し休んだろ。味方の縁。妙な仕掛けは解けたみたいだな。あとはソロンのやつを始末するだけだ。攻めて攻めて攻めまくれ。獣どもがわしの邪魔をするでない。貴様のその力どこで手に入れた。まさか貴様は。どうやら相手の方も僕らの力に心当たりがあるみたいだね。これは遊んでは折れぬようだな。これが妖精だ。その身を刻むだけ。まあよい、次の機会を待つとしよう。逃げられただと。ここまで追い詰めながら不甲斐ない結末だ。だがこれで町の混乱は落ち着くはずだ。みんなご苦労さん。3年前と同じだ。一瞬で姿を消しちまった。あれは闇の魔導か。あんな術を使われちゃ捕らえるのは難しそうだな。せっかく遭遇できたってのに何も聞き出せなかったぞ。私もどうしても聞きたいことがあったんですが、ダメでした。リステア、お前は何を聞きたかったんだ。私の体のことです。あいつらは私の体を使って恐ろしい儀式、いえ血の実験を。それで私は長くは生きられない体になってしまったんです。そんな。短命の原因は実験によって私の体が常に負荷をかけられてしまっていること。トマシュ、いえソロンなら、その負荷を取り除く方法を知っているかもと思ったのですが、
そうか、次は必ず捕らえないとな。無理なら殺してほしいです。もう二度とあんな実験をさせないように。わかった、覚えておく。あいつとはまたいつか対決することになるだろう。その時は必ず。ああ、もう負けはしないさ。ソロンは君の力を見て驚いていたね。心当たりもあったみたいだが、一体何なんだろうな。俺じゃなくてお前について心当たりがあったんじゃないか。同じことさ、僕たちは運命共同体なんだから。しかし向こうがこちらを知っているというなら、僕もソロンを知っていてもおかしくはないということだよね。記憶にはないが。やっぱり俺たちは闇にうごめく者の仲間ってことなのか。今はわからない。だけどいつか明らかになると思うよ。それが君の願いなら叶えられるさ。ソロンは逃がしたが、歌劇団の歌姫を助けられたのは幸いだったな。俺たちが助けたのは町にいるみんなだ。歌姫だけを助けに行ったわけじゃないだろう。それに歌姫って言ったって正体はドロテアとマヌエラ先生だったじゃないか。あら陛下、せっかく久しぶりに会えたのに、そんな言い方はひどいんじゃありません？おっと、すまない、舞台に立っている姿をまだ見たことがないんでね。戦争が終わったら皆さんを招待するわ。それまで歌劇団があればですけれど。さて、俺たちが引き上げたことで王国も何か動き出すかもしれないな。久々にデアドラに戻って情報収集に努めるとするか。クロード陛下、ここにおられましたか。なんだ、帝国軍のものだな。はっ、アドラスティア帝国皇帝より援軍要請を伝えるため参上した次第。俺たちに援軍要請だって？西部戦線はどこも帝国軍が優勢だと思っていたが、いや、俺たちを頼るってことは場所はフォドラの西じゃないな。はい、ガルグマク大修道院です。王国と教団の軍勢が接近中とのこと。うはぁ、そうきたか。わかった、すぐに向かうと伝えてくれ。はぁ、フェルディアからここまで戻ってきて、次はガルグマクか。休む暇がないな。仕方ないさ、対応が遅れれば遅れるほど犠牲は増えるし、戦争終結も遠のくからな。しかも戦場がガルグマクならレアさんが出てくるかもしれない。俺たちにとってこれは好機だ。すぐにみんなを呼び集めてくれ。